はいどうもいつもね、動画ご視聴いただいて本当にありがとうございます。おっちゃんのゆるい動画の時間です。それで今日もね、ガレージライフを楽しんでいってます。それで今日も Z ちゃんね NSX 君とかコペン君ちょっと磨きたいなとは思ったんですけどね、それよりどうしてもね、この Z が来た時から気になってたことがあるんですよ。それは何かといったらこちらのねシートなんですけど、もうまあ20年前の車ですからすっごい程度はいい方とは思うんですけど、やっぱりね革がシワが入って割れかかってるんですよ。これもう割れかかってるかな。それでね今日ねちょっとこれをねおっちゃんはっきり言って直せるかどうかは全くわからないし、多分直せない確率の方が高いんですけどね、以前使ったこちら、よいしょ、すんませんね今日も段取り悪くて、よいしょ、ちょっとカメラを移動します、よいしょ、ちょっと座ります。それでね以前使ったことのあるこれレクサス君のねダッシュボードの革に使ったんですけど、アイルウォッシュ革アクオスよくわからない。これがね、ヒアルロン酸配合。ヒアルロン酸ってなんか人間のなんか皮膚に注射を打つとか聞いた時あるんですけど、これがね、いいんではないかなと思いまして、それでこれね一応ね、メイドイン東京日本製なんですよ。これをちょっとね拭きながら、そしてちょっと歯ブラシでこすったらこの黒いところ取れるかなどうかなわからないんですけどね、ちょっとやっていきたいと思いますおっちゃんのねゆるい動画です。気になる方はね、最後まで見てやってください。それとね気にならない方も最後までお付き合いください。それとまたいいね高評価もしてやってください。ではおっちゃん今から楽しみます。うーすまずはここのね簡単なところ、ちょっとね直接拭くん怖いんでね、ウエスにつけて、ちょっと拭いたら若干ですけど汚れは落ちてるかな。はい、これでねちょっと30分ぐらい置いてみます。皮の表面がね変になったらこっち塗るの怖いんでね、とりあえずこれで待ちます。はい、それでね時間を置いて皮に変化なかったのでねちょっと塗りたいと思います。これねこのひび割れ結果が出るかって言ったらちょっと全く出ない気がしたんでね、ちょっともうちゃうやつ持ってきました。革シートとか、それの、レザートリートメント、これねドイツ製で株式会社花田さんっていうところがね販売してた商品なんですけど、これをねちょっともう全体に塗ります。どうもねこっちよりこっちの方がいいかなと。私の NSX はちなみにこれずっとシート塗ってるんですよ。それでレカロのバファローの革がもう30年持ってますんでね、こっち側を塗ります。すんませんね、グダグダの動画で。では塗ります。これは簡単でね、もうスポンジにつけて、それで塗るだけです。これやっぱりこういう風にひび割れいってるのはひび割れクリームみたいなのを塗らなダメなのかな。これがねいいか悪いかは全く分かりません。しかし何もしないよりいいかなと。それでこのやることによって何か化学反応が起きたらねまた対処したらいいかなと思って、ね、おっちゃんはいつもやってます。助手席はめちゃくちゃ綺麗ですけどね。やっぱり乗る頻度によって変わってくるんやね。はい、それでねこれ全体にねかなりのねツヤ感は出たと思います。しかしこのツヤ感が好きな人と革でもなんて言ったらいいのかな、ちょっとマッド系みたいなシックな感じがいい方と、やっぱりね、2パターンあるかなとは思うんですけど、これはね塗ったすぐでこれ今テカってますけど、これがね多分ね浸透していってくれると思うんですよ。で浸透していったら皮自体が柔らかくなって、それでパリッと線が入りにくくなるんではないかなと、おっちゃん個人的なね、これ感想なんですけど。それでねやっぱり手もねこの皮の作業した時ってね結構ねもっちり肌になるっていうかね、なんか今もちもちになってます。それでねちょっと30分間ね、放置して、それからね、車に乗って出かけようと思います。とりあえずね、しばらくちょっと乾くまで放置します。はい、それで休憩の時はねガレージでコーヒー、これがめちゃくちゃいいんですよ。このねコーヒーを飲みながら何しようかな、片付けしようかなとかね、何か買いたいものないかなとか、あとたまに道具の掃除とかね、してるんですけど、おっちゃんのね、ガレージライフはほんとね、まあ、こんな感じでねのんびりです。作業ものんびりです。それで今日も仕事なんですよ。あと1時間したらね仕事なんですけどね、もう仕事に行くまでのこの2時間ぐらいがねめちゃくちゃおっちゃんにとって私服の時っていうかね、まあめちゃくちゃいいです。それでまああと乾かすに20分ぐらい、それでオープンカー楽しみながら仕事行ったらちょうどいいかなと。まあそんな感じでね朝のコーヒーです。もうめちゃくちゃです。でこの前私のこのガレージツアーした時にねいいガレージですねとかね、コメントいただいてね、もう本当にね嬉しい限りでございます。ありがとうございます。本当ねこのガレージね、27歳の時にね、頑張って私が建てたんではないんですけど大工さんにお願いしました。まあ外のねタイルとかは自分で貼ったんですけど、本当その時はね何も考えなくてね、全額借金でね、建てました。今となったらあの時やっててよかったなって、感じてます。27歳の時でした。まああじゃあこうじゃ言ってたらね、だいぶ時間も過ぎてきたんでね、ちょっとね走ってきます。はい、さっきは「走ってきます」って言いましたね。ちゃいますね、見てきますでした。それでまあツヤもね塗った時よりちょっと落ち着いてきたかなと。それでこれをね2回3回塗ることによってね、まあ2週間に1回ぐらいね、それで多分このシートの革シートの張りツヤがもっと柔らかくなって割りにくくなるんではないかなとおっちゃんは思うんですけどね。まあそんな感じで今度2週間後に塗って、でまたその後2週間後に塗って、まあ2ヶ月ぐらい後にね、皆さんにこうなってますっていうのをねお伝えできたらとは思うんですけど、なかなかカメラではね表現できないことが多いんですよね。全く変わってないようにしか映らないかもわからないんですけどね、まあこれもね折々やっていきたいと思います。それとこの革シートのこう黒くもクラックの入ってるところ、ここのところね革シート用のなんかこうペンキみたいなのがあると思うんですけど、これねもし知ってる方がいたらね、どこそこのメーカーの何がいいよとか、例えばこれ結構明るいキャメルイエローみたいなシートなんですけどね、ここのペイントが合いますよとかね、そういうのね、ご存知の方いたらねほんとコメント欄の方に書いていただいたらおっちゃんめちゃくちゃ嬉しいです。てなわけでね今日のおっちゃんのゆるい動画はね、革シートのメンテナンスでした。もしよかったらいいね高評価お願いします。それとまたチャンネル登録してね、今後のおっちゃんのゆるい動画見ていただいたらめちゃくちゃ嬉しいです。てなわけでまたね暑さ厳しいより皆さんね、お気をつけてください。では良い一日をお過ごしください。今日はおっちゃんこれにて終了。さようなら。